発掘調査中の方形集公募。船形木管の痕跡が見える船形木管とは、弥生時代や古墳時代に見られるくり抜き式の木管。丸太を縦に二つ割りにして、中をくり抜いて、棺みと棺蓋を作り、それを合わせて長大な円筒形の棺として、船のように形を整えたもの。丸太を反再し、内面をくり抜き、外面を削り整え、 棺つと棺つを作り出したものをくりき式木管と呼ぶ。くりき式木管のうち、棺つの外底面が船底状をなすものを船型木管と称するが、古墳時代における分類として、棺つの横断面が緩やかな U 字型であり、船首と船尾を区別しない、船型木管一類、棺つの横断面が U 字型であり、船首と船尾の区別がある。 船形木管二類に細分される。船形木管一類は古墳時代前期初頭から前用にかけて、機内周辺の有力古墳に採用される。同時期の有力古墳で咲き丈形木管を採用した例は少なく、古墳時代初期における最上位の棺形式であったと考えられる。船形木管二類は古墳時代を通じて用いられており、東日本を中心に全国に分布する。 丸木船や巡航造船の栗船部を模したものと考えられる。弥生時代においても船底上の外底面を持つものは船型木管と称される。ただし、弥生時代後期後半の単語、田島地方を中心に多数の出土例が報告されている船型木管については、機内の船型木管一類とは異なる特徴を備えていることから、 船底上木管の概念が提唱されている。ありがとうございます。